はい、どうも、ニーナです。スター・ウォーズ・バトルフロント2から皇帝が失脚してだいぶ時が経ちました。自分がこの動画上げたのが7月6日なんで、現在約20日くらいですね。ギャラクティック・アサルト、ヒーロー VS ヴィラン、ヒーローショーダウン、全てにおいて皇帝は使えません。アーケードのもしかして使えるかなと思って確認してみたのですが、はい、いませんでした。徹底して使えませんね。ただどうしてもこの夏皇帝に触りたいあなた、無理やり使う方法をお教えいたします。まずオフラインする、 PSN からサインアウトする、もしくはバトルフロント2のホーム画面でしばらく放置して EA サーバーから切断されてください。はい、このようにオフラインで始まりますが、この状態でコレクション画面ですね、見てみてください。あら、お帰りなさい皇帝。コレクションでカードの付け替えなど状態を確認することがオフラインならできます。そしてそのままアーケードをプレイします。オンラインじゃなかったこのシナリオを選択すると、はい、パルパティン校で選択することができます。エンジョイパルパティン。ダークサイドは全てを支配。ただしこれをやることで何らかのデメリットが起きても自己責任でお願いいたします。自分はプレイした後ちゃんとオンラインでプレイして普通に何の問題もなくゲームはできたのですが、この終了時にね、最後にこんなエラーが出るので恐ろしい。何が起こるかわからないんでね、自己責任でお願いします。ご視聴ありがとうございました。